海洋博公園の熱帯ドリームセンターで開花したのは、国内でも貴重なマンゴスチンの花です。マンゴスチンはマレー半島原産のおとぎり草科で、その実は強い甘みと爽やかな酸味のバランスが良く、世界三大美花の一つとされています。現在9個お花が咲いてまして、これだけ花が咲くのは熱帯ドリームセンターでも初めてのことで、とても珍しい開花になります。高温多湿な環境が必要なマンゴスチンを乾燥させないよう、スプリンクラーを使用して湿度を保ち、水やりや肥料などを調整したことなどが実り、3年ぶりに9個の花を咲かせたということです。